2月23日、廿日市市下平の廿日市文化ホールサクラピアで、廿日市朗読劇コンクールの本選が行われました。これはキッズ NPO が主催したもので、日本語の表現力向上などを目的として初めて開催されました。朗読劇とは、本を持って音読するスタイルで上映される劇を言います。今回の本選は1月18日に開催された予選会を勝ち抜いた3組が出場しました。トップバッターは金剛寺小学校3年1組の生徒たちです。声を出したり合わせたりすることが得意という17人。他の人のセリフも覚えるほど練習を重ねてきました。96点ぐらい。4点は何が原因なのかな。間違えた。続いて家族で出場した前空朗読会。子どもたちが小学生の間に家族で思い出作りがしたいと出場を決意しました。母さんの朝はお椀の底のオオカミからリウマチの薬まで心配事でいっぱいだ。背中の柔らかな毛の目当てらしい。ドライバーいつもよりと大人に見えた。1ヶ月したら僕はもうこれいなくなる。最後まで今日の日が迎えられて本当に良かったと思います。最後は公民館クラブとして月に2回活動しているブックリボンがステージに立ちました。去年の12月末から練習した怪力角炭さんを披露しました。緊張したんですが、皆さんで頑張れたから本当に嬉しいです。本選の後は数多くの作品で活躍し、コンクールの発案者でもある張春彦さんの朗読会が行われました。もっともっと人と人は喋らなきゃダメですよ。でこういうものを見てきたんだよ、こんな風だったんだよっていう風なことをどん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 、まあ、まさに口コミですけれども、伝えていって面白そうだからやってみたいねっていうふうにしながら、どんどんこの輪が大きくなることを期待します。廿日市朗読劇コンクール最優秀賞はブックリボンが輝きました。緊張はしたんですけれども、みんながすごい本番に頑張ってもらったので、うまくできたと思ってます。初めて聞いたんで、こういうのがすごい良かったです。みんな頑張ってたんだなっていうのをちょっと感じました。